もうなんて静かなんだべって。やっぱ夜になると何の音もねえわけよ。建物あっても人もいねえか、車も走ってねえべよ。最初はすごかったぞ。電気もねえし、もう音もねえし。いや、最初の1週間ぐらいはものすごく不安だったな。その静かさに。今は慣れたけど、やっぱり急に一人になった時に何とも言えない感じだったな。もう寂しいなっていうのを取り越してたな。それが慣れるまでは最初大変だった。多分これ乗れるよ。乗れる。今度は教育して手綱つけてタッカタッカタッカとか町まで行くから。虐待だってやられるかな。あ、今乗ります。おお、どう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 。最初はそんなわけでねえかったべ。一応俺も一回はもう4機爆発しとけ逃げたんだぞ。もう絶対10機爆発するって思ったから、はもう4機爆発するけどもうこれはダメだって。でみんな家族で逃げっぺって、もうほんときは逃げたんだ一回で。北に行ったらまずいからって南に行くべって言ったら、南は親父が言うわけ。妹、自分の妹行くからそこに世話になっぺって。で行ったらもう玄関で這い寝てくよってやっちゃう。もう放射能沿ってから這い寝てくよ。でも今度避難所紹介するからって言って避難所さ行ったら、もういっぱいだからダメだってやっちゃう。もうこんなのめんどくさいからまだ帰るしかねえって言って戻ってきちゃった。まあそれからまあもう犬とか餌、猫に餌やってるし、もう家畜はいるし、まあこれからはもうこれはもう残るしかねえべっつって。だって前犬猫あの頃置いていく気になんねえかったもんな。だってもうみんな餌やってたっぺよ。ここは仮設住宅だから、ここには私は2011年の8月3日にやってきました。放射能のリスクと避難をすることのリスク、どっちが大きいか。避難をする、避難をするリスクの方が大きいでしょと。放射能のリスクはそんな大したことないんだよと、こういうこと言ってたわけだから。ここは私の地区ね。ここ全部は田んぼ、全部荒れてる。上も全部だから、高いところだとやっぱり8から9はある。まあ私の家です。まあここが私の家で、ここが飯舘村なんだけども、まあ私はここで家を作って寄与者を作って、それで家族8人で生活をそうやってやってたわけだけども、まあそれでまあ非常に村としてはいい村だったなっていう思いはするんだけども、ただここは原発から約45キロ離れてます。だから我々も放射能あってここまでまさか向こうから飛んでくるなんて思わなかった。これはあの今のまあ我々だら村長だからとんでもない大きなミスを犯したと私は思ってる。行政の長として長として判断ができなかったんだなと。研究者科学者もして飯舘危ないから避難しないとダメだよと村長に言っても、村長はそれを排除するわけだから、今度は国県からいろいろな偉い学者を飯舘によこしたわけだ。安全説法されたわけだから、今度は飯舘村の皆さん大丈夫ですよ、安心してください、何ともありませんよってずっと言われ続けたわけだ。そうすると村人はみんなだん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 安心していったわけだ。だから村長も余計には、ああ避難なんてしないよって、線量は高いんだよすごく。
でもそういうことで避難をしなかった。ざーっと東京電力は自分が撒き散らした放射性物質がもうそこら中の大地を汚しているわけですが、その大地を汚してしまった放射性物質は無主物だ、主のないものだと言い出して、自分のものではないし回収の責任もないというようなことを言っている会社なのです。本当に恥ずかしい会社だと思います。家に帰ってきたわけよ、荷物取りに、はいはい、当然テプコの社の移動、はいはい、俺の居所、同級生だと家近くだからで行ったら、何だお前やったら、いやもう着替え取りに来た。でお前俺に逃げねえのかって言うわけよ。いや俺悪いことしてねえから。じゃあそいつ、どうもすみません、こう謝ってまではいいかった。で俺が聞いた、大丈夫だべって、うん、2、3日で大丈夫だから、2、3日で治るから。そんな嘘つくかって、自分の家族は逃がしていねえんだぞ、ひどいべ、そこまで来たってまだ嘘つくんだぞ。だからもう東京電力って頭を洗脳って分かる、宗教と同じ洗脳されてる。もう原子力発電所は絶対爆発しない、放射能は絶対漏れないって洗脳されてる。あの爆発した時に危ないからみんな迷信島に逃げろって言っちゃうんですから、社員がで、ドーンって中に逃げてたら、しばらくしたら迷信島でみんなもう音、すごい音聞いたっつうんだ、ドカーンなんつった。俺これ聞いたんだよ、東電の社員に。だからこの時お前らどう思ったんだって。そしたらみんな口々にミサイル撃っちゃって、原発はそもそも爆発しねえから、外から例えば北朝鮮からとかミサイル撃っちゃって、で放射線管理区域の中に入ったが最後、水を飲むこともできないし、物を食べることも本当はしてはいけないのです。そのような場所に普通の方が住んでいる、そこで生活をしているというようなことは、私から見れば想像を絶するほどのことです。牛小屋に入ってたやつはみんな死んだ、戦闘を超えてっぺな、死んだのが大体もう鶏だってケージの中で何十万羽死んだべ。ここ俺の牧場だもん、ここら辺もセシウム高いから6マイクロシーベル。もうここの柵作る前まではもうあっち中入ったら人が見えないぐらいの草、もともと田んぼで、どうせこんなとこ米作っても誰も買わねえ。だからもう俺もその人も、俺も一生田んぼ作んねって、ここもうこんなとこの田んぼなんかいらねえって言ったっけ。だったらもう草生えねえ方がいいから牛放してくれ、ここ狩りで全部パイプで柵作って、そこに牛っ子をみんな放した。まあ最初はまあもうここにいる時からもうずっといろいろ気持ちは変わってきたから、2年もいるうちにもう動物はなんとかしてって最初はやってたけど、まあこいつらだって助けてやりたいわけよ。ほとんどこれ殺さっちるしよ今頃。まあ、殺処分反対運動、要はもうこんなんで殺さねえかな、ね、今までこいつらの仲間なんか悲惨な思いで死んでたんだぞ。でやっとこいつら元気になったらまだもう目障りだって殺しめって、食うんだらいいって言うんだ俺。もうみんなこれを食肉として使うんだらかもね。やっぱり命ってこんなもんだべした、何でもかんでも理由もなくバタ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 殺してなんで埋めるんだって、特にこの中だからって。まあそれも反対だし、やっぱり動物は人間だって一緒だって、こんなむやみに人をバタバタ刺すかって。最初はもう生活用水これだったの、みんなこれをためて水は大丈夫、まあ、そもそも山から水出てたから、だからそこさ穴掘って
ホース刺した。ああ、キノコはダメよ。いっぱいあるぞ、俺、キノコも取って。キノコも取って隠してあるんだ。そのうち。え？そのうち食べる。細胞を一度傷つけるのはこれ間違いないと思います。ただ、その細胞を傷つけたとしても元に修復されると、基本的には。その中で、まれに傷ついた細胞が元に戻らなくて癌になる恐れがあるので、これは量の問題ではないと思うんですよね。100ミリシーベルト被曝しているとか、1ミリシーベルト被曝しているというかわけではなくて、基本、体の中に1回セシウムが入れば細胞を傷つけるので、私たちは体の中に食べ物でセシウムが入らないような努力をしていきましょうというふうに声をかけてます、患者さんには。まあ、最初はだからそういうのを心配したわけよ。5年か10年だと、がんとか白血病になるのかなと、うん。まあ、なったらなったでしょうがね。東大に行ったんだ。それはもう、まあもう、俺見たときは、もう日本の火葬場のイメージだから。寝台車に乗って、ビーンと入っていって、扉バチーンと閉まって、18分だ。で、18分過ぎで、終わりましたっつって、また扉開いて、ダーッと出てきたわけよ。それは博士の顔見たから、見えて、まあ、俺の方見てたから、博士どうだったって聞いたわけよ。松村さん、チャンピオンだって。じゃあどうなんだって言ったら、それはでも、結果、病気とかなんかが発症するのは30年か40年先だべ。だから俺はこの頃死んでっから構わねえって。孫は必ず、保育園に行くときにここに来て、牛をざーっと一回りして、それから保育園に行くんだから。それが日課になってたんだもん。牛が好きで好きで。もう忘れたいくらいだ。で、私と女房で牛の世話をやってたわけだから、ずっと。ただ牛乳も絞んないと牛が病気になっちゃうから、絞っては畑に持ってって捨てて、その繰り返し繰り返しをずっとやっていた。これは牛の全部番号1番からザーッとぶって、牛の個体ナンバーザーッと、そしてこの赤いの一番最後に残ったんですけどな、これがこの黒いのが、うちの息子が土地区に出す牛の順番を決めたの。というのは悪い牛から土地区に出していったわ。やっぱり我々は処分をするせざるを得なかったんだ。みんなやっぱり牛というと同じに考えちゃうのね。ところが全く違うのよ。いや、全く違うわけだ。一番いい思い出ね。あんまりないな、もう。全部死んだ。まだ少し匂いするな。
だから地獄だって片方では死んでんだぞ。その牛をまだいで餌、動いてる牛もいるわけだから、そしたらもう牛はみんな餓死よ。これ餓死。いや、あの時あそこにも犬がいたわけ。犬で犬に餌やってるうち、もう牛小屋見たら牛もバタバタ死んでたけど、まだ親子まで生きてた牛がいたわけよ。でも、もうどっちも歯ガリガリだったから、もう水も餌ももう1ヶ月も食ってねえんだから。で、子牛はやっぱりおっぱい吸いたくて親のとこに行くんだよな。で、おっぱいにもう少しっていう時に、親はもうおっぱい出ねえの分かってから、もう蹴るんだ子牛を。それでもまだ おっぱい欲しくてまだ行くわけよ。で、まだ蹴られるわけよ。でもまだ行くわけよ、これでも。でも3回蹴らっちゃら、もう子牛も考えたんだな、もう行ってもダメだ。だから何考えたか知らないけど、もう牛小屋の角にロープが下がってたんだ。で、ロープの下がってるその下がもう乳首に見えたんだべな。そこ行って乳首をチャカ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 って吸ってたんだよ。いや、それ見たらもうそこを見てらんにかったもん。それから何日後かに両方やっぱり死んじゃった。でもそんなのなんぼでもあったんだから、この中に。だから全部助けることなんかできなかったもん。もうできんだったら、もう早く死んでくれだったな。もう回復するような牛でなかったから、もう生きてんのが不思議なくらいの牛ばっかりだった。子供の時だったらやっぱりもう自然はすごいわけよ。例えば川もある、海もある、山もある。魚だって、海の魚、川の魚、山の山菜とか、どこに行っても食うものはあるわけよ。まあ、それがやっぱり楽しみでもあるわけよ。もうそれが全て失われたべ。まあ、これは何年後に回復するんだか分かんない。富岡で死ぬしかねえべ、これ。まあ、死ぬつだって30年後だぞ。ね、まだまだ元気だ。まだまだ元気だべ。俺は死なねえって。なかなか殺しにくい感じでね。